皆さんこんにちは、ながらです。今回の企画はマッチングした相手の名前の食べ物だけで1週間生活してみた4日目。今回もね、早速食材を確保するべく配信の方をしていきたいかなと思います。それでは本編どうぞ。どう、いつこちゃん、こちこちってダメ、こちって魚にいるよね、こち。あー生きてる。よいしょ、ちょ待って、そうワンちゃん、オッケー、ジャンプ読み。ピーナッツ、おお、ピーナッツ、なるほどね。いいんじゃないでしょうか、ピーナッツは。どう、ちょうどいいね。今ちなみにヘビ探しに行ったんだよ俺。ヘビオンラインで売ってなくてさ、マジで。爬虫類ショップ、いや俺ペット用のヘビ食う自信ない。ペットショップの人とかさ、飼ってくれるもんと思って売ってくれてるのにさ、食べんの申し訳ないだろ。おっと、これはラッキー、オッケー、ケイ。くらえ。出す予定ないのでね、ケイ。さっきと名前同じじゃないか。さっきのやつと名前同じじゃないか。かっこよくなっただけやけ。ちょっとあっちはちょっとで終わりよ、ほら。タコス、タコス来たみたいな、タコス。アイオーケー食、アイオーケー。あはは、くそ。やめろって、ガチでやめろ。ちょ待って、もうほんと食んなって。そもそも、ほら、燃えろ。はい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 。65%。笑った。課金。なんで撃ってくんねんそれ。俺絶対これ勝つ。はい。はい、俺の勝ち。ココア、あ、ココア飲み物だけどいいね、ココア。これはちょっと甘いものがね、ほとんど取れてないんで、ココアいいね。あ、よっしゃー、はいはいはい、9倍空母、甘いもの欲してる体が。よこせ、こっち。オッケー、ココアゲット。よし、うわー、ミラー、芝犬、馬犬。お前何言ってんの。犬食える。犬食える。おい、動物愛護団体に怒られろ。無理無理、バーストできない。ちょ、ミラー無理や。タコピーの玄米、玄米熱くね、ちょっと待って。米熱くね。あー長すぎ。よし、タコと玄米でしょこれ。タコと玄米マジ熱い。あー待って、これ距離伸ばせるの強いわそれ。うわー待って、そういうことしてくる。でもおい、ちょ、おい、ふざけんなって。おい、3、そのまま始まった。デート2000ルキナ来たけど、本人か知らんけど、似た名前の人かもしれんけど。太陽食える。お前ら宇宙規模なのか。いや誰か、待って、ユー、なんもないな今日。コチとピーナッツとココア。謎の組み合わせを食べるためになる。よいしょ、見てより気持ちよくなる。そやな、死んだばみんな。いや今の前回に当たんのやばいって。今日獲得した食材はコチ、ピーナッツ、ココアということで、今日しょっぱいな、ちょっと微妙やね。こちらの食材また購入してきて食べたいかなと思います。お疲れ様です、バイバーイ。はい、ということでスーパーにやってまいりました。ここに来るのも何回目でしょうか。そろそろポイントカードでも作ろうかな。食材の方を探していきたいと思います。ピーナッツ確保、はい確保、はい確保。よし、ココアゲット。皆さんね、コチって聞いてなんだそれと思うかもしれないんですけど、魚の種類にコチっていうのがいるんですよ。こいつです、コチって書いてるでしょ、コチ。ではコチ確保。ピーナッツとココアをね、いただいていきましょうか。ザラ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 。
カキピーが良かったな、どうすなら。よいしょ。ピーナッツ、いただいていきましょうか。いただきまーす。うん。安定のうまさやね。ココア。あー、うまい。最高です。ということで、ゆっくり食べていきます。マジかー。あー。本日の食材がこちらですね。コチということで。このタイプの魚とさばいたことないんで、めっちゃ自信ないけど溜まっていこう。背びれをハサミで落としていきます。お腹の方にもあるんで、ちょくちょくと行っていきます。鱗を落としていきます。鱗は落とし終わりました。改めて見るとすげえ顔しとるな。口マジで閉じすぎや。こんな顔。いてやばいやばいやばい、痛い。噛まれてる噛まれてる、痛い。こいつまで生きてやがるよ。逆に謎出すか。あれは結構綺麗だな。ここが白子ですね。この白い部分、二つが白子。これが肝臓、レバーですね。緑のところが潰したら苦くなるって言われる苦玉っていうところですね。ここが胃袋ですね。胃袋もくれるかな。ゆっくりして食べてみるか。血合骨のところ、血が溜まってるんで、ここに傷をつけて、綺麗になりました。一回頭落としちゃうか。で、ここに入れて、刺し切ると。よいしょ。頭落とせました。あとは普通におろしていきますか。線を入れて、切れ込み入れて、一気に取るみたいなことしなきゃいけないんですけど、この魚はね、まあ、そのまま行っていいみたいな話を聞いたんで、ちょっとやってみますね。怪我しないようにやっていこう。なるほどね。こういうことか。よし。畳がおろせました。めちゃめちゃ綺麗な身してるな。この片方もやっていきましょう。目ができるだけ残らないように慎重に行け、慎重に。よいしょ。もうハミは下ろせました。ここから肛門のところまでめちゃめちゃ複雑に骨が入ってるので、一回ここを切り分けます。ずっと半分にしちゃいます。この辺からも真っ二つに。尻尾側の身にはね、ちょっとしか骨入ってないんで、骨抜きで取っていきたいと思います。よいしょ。え、終わり？一本しか入ってなかった。一本使えたな。全然入ってなかったわ。ここに真ん中に骨があるんで、背中側の身とお腹側の身を切っていきます。中骨に沿って包丁を入れて、この皮まで引いちゃうか。よし。完璧じゃない？めっちゃ完璧にできた。完璧すぎる。いいね。皮を引きつつ、骨の部分だけね、取れましたよ。めっちゃ上手にできた。尻尾の方の皮も引いていきたいと思います。こんな感じ。止めていきます。めっちゃ腹残った。私失敗したな。まあいいでしょう。こんな感じ。はい、ということでさばき終わりました。こっちの切り身の方をお刺身というか薄作りにして、こっちのアラの方はお吸い物にしていきたいかなと思います。お吸い物の方からやっていきましょうか。頭を割ります。あー、割れろ。取ってくれよ、オラの体。太陽で3倍だ。なんだ、ハサミ。あれかこうすればよかったんや、最初から。全然違う。トラクサが全然違う。よいしょ。ふぅ。もう半分にしていきます。よいしょ。よし。割れました。そしたら、お湯をね、沸かしていきます。湯通しするんですけど、その前にヒレを切り落としてしまいましょう。よいしょ。完璧かな。お湯が沸きましたので、その中に一度ドボンします。軽く表面に火を通します。冷水で冷やす。映ってない。映ってない。こうすることで、取り切れなかったところの鱗とか落とせるようになるんで、そういうのを取っていきます。匂いとかもね、表面の臭みとかも消えるので。以上の鱗ですね。よし。軽く移動しできて、鱗も全部落とせたら、一回水の中に入れて、火をつけます。こちらですね、白だしを入れていきます。薄めからやっていきましょう。煮だったら、こっちのお吸い物の完成。お吸い物作ってる間に、刺身の方も切っていきましょう。薄くね、薄く。
薄くね。完成しました。こちらがコチのお刺身、まあ薄作りと、こちらがアラのお吸い物になりますね。さばくの難しかったけど、割とうまくできた方じゃないですか。刺身醤油とポン酢、これでね、いただいていきましょう。この辺をね、ガーッと取って、ポン酢に入れていただきます。うまい。薄作りにしたからかわかんないけど、若干フグに近いかも。身がほぐれるフグみたいな感じ。味はフグが一番近いかも。めちゃめちゃ美味しい。コチって今旬じゃないんですけど、こんな美味しいんですね。刺身醤油でも食べてみよう。甘い。刺身食うために甘いしか言ってないけど。うん、甘いわ。ごめん、ちょっと甘いしか出てこんわ。このうまさは大満足やな。お吸い物、お吸い物こんな感じですね。いただきます。よう、出汁が効いとるね。いやー、美味しい。胃袋食べてみろ。鮮度的に入れていいか分かんなかったけど、入れました。食べてみろ。コリコリしてて、美味しいけど、おいポン酢入ります。美味しい。口の中で混ざった。これは美味しいけど、ポン酢や。ホルモンみたいな感じ。これも入れて大正解。今度は、こっちの白子ですね、白子。いただきます。美味しい。全然いけんじゃん。ほっとするわ、お吸い物。お吸い物ってやっぱ、米なしでも全然食べれるものだから。これが幸せってやつか。料理目覚めそうだな、料理に。結構楽しいっすね。自分で調べて、料理の種類をね、作っていくの楽しいっすね。ポン酢を考えた人、マジで、土下座したい。マジで。ポン酢を考えた人って天才やなと思う。ほんと。それじゃあ、完食まで食べていきます。ごちそうさま。ということで、お刺身もお吸い物もめちゃめちゃ美味しかった。お吸い物ってこんな美味しかったんだ。やっぱ自分で作った補正もあるかもしんないけど、めっちゃ美味しかったですね。料理って楽しいね、料理って。久しぶりにやってみると、あら、意外と楽しいじゃないって感じ。はい、ということで、食材VIP4 日目を終了したわけですけれども、毎日毎日美味しいもの食べれて幸せだなって、ただただ幸せだなっていうのを感じてますわ。5日目もね、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。